進捗度について、どういう意味かわからない、聞いたことはあるけど詳しくは知らない、具体的にどのように使われているのかわからない、使う上での注意点を知りたい、といったことでお困りではないでしょうか。この動画では、進捗度の定義、どのような時に指示するのか、図面上での使われ方、使用する際の注意点を解説していきます。早速ですが、まずは進捗度の定義です。 進捗度とは一言で言うと、まっすぐであるべき線がどれだけ直線と隔たっても良いかということです。長尺物の,の部品などで使用されることが多いですが、もし反り返ったような形状になってしまうと、相手方の部品とうまく組み合わせたりすることができなくなってしまいます。このような時に進捗度で具体的な指示を出しておくと、作成時にどこまでの反りが OK なのか分かりやすいです。実際に図面での使われ方を見ていきましょう。 円筒の母線に対する指示を見てみます図面上側に直線の形をした記号がありますがこれが進捗度を表す記号ですこの図面で指示される歩行差期はこのようになります横から見た際、指定された母線は間隔0 1ト、mm、ルの平行なり平面の間に収まることが求められます設計者の意図としては円柱状の部品表面を相手方部品に当てて取り付けたい その際に反り返りすぎていてはきちんと取り付けれないので母線の反りやうねりは 0.1mm 以内に抑ええたたいといったこととっこが考えられます注意点としましては進捗度は異なる母船同士や母船と軸線の関係を規制するものではありません。例えば右の図のように母線 A とそれに対抗する母船 B がテーパー状になっていても進捗度ではそれを規制することはできません。 次の例として円筒の軸線に対する指示を見ていきます。指示する数値の前にファイが付いていることに注目してください。この場合の交際器は図のようになります。円筒軸がファイ0.05の円筒内に収まることが求められています。この時の設計者の意図としましては、円筒軸を相手部品の穴に挿入したい、軸の反りやうねりは0.05ミリ以内に抑えたいといったことが考えられます。 次の例は、円筒穴の軸線に対する指示となります。穴に対して、縦方向は0.05、横方向には0.1の規制がかかっています。この場合の交差域はこのようになります。横から見た時には、間隔 0.05mm の2平面内に、上から見た際は間隔 0.1mm の2平面内に、つまり、 円筒穴の軸は、水平方向 0.1mm、垂直方向 0.05mm の直方体の中に収まることが求められます。次の例です。テーパー形状の母線に対する指示を見てみます。交差域としては、円錐の外径線が間隔 0.1mm の平行2平面間に収まることが指示されています。図のように、この平面内であれば、 中央部が盛り上がっていたり、逆にへこんでいたりといったような凹凸の形状までは規制しませんよって注意点としましては、例えばボトルの線のような部品で機密性を要求したい場合には、進捗度ではなく面の輪郭などを用いて規制することが求められます次の例です。三角柱形状の両線に対する指示となります 交差域は右の図に書いていますが、両線は間隔0 1ミリの平行なり平面間に収まることが求められます。注意点としまして、進捗度の規制は両線 A 単体に対するものであり、例えば両線 B や両線 C、平面 D に対する平行度は規制しません。次の例です。先ほどと似たような図面ですが、0.1の前に φ がついています。 このことによって両線の交差域としまして φ0.1mm の円筒内に収まることが求められます。最後の例となります。直方体の母線に対する指示で2つの図面を同時に載せています。上の図面では長手方向に指示が出されているので交差域としては長手方向を規制しています。逆に下の図面では短手方向に指示が出されており交差域としては短手方向を規制しています。 どの位置に指示されているかを注意して確認し、意味を間違わないようにしましょうこの動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします概要欄ではこの動画の内容を PDF でダウンロードできるリンク先も貼っていますので興味のある方はクリックをお願いします今後も役立つ情報を発信していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします